はい、皆さん、ご無沙汰しております。ですね、今日はね、神奈川県のね、ちょっと奥地の方に来て、友達の家の、車庫なんだけど、ちょっとナンバー映んないように見せるけど、これも全部中ガレージ、友達コレクターなんです。特にネオクラのすごいのいっぱい入ってます。で、そこで友達にね、用意してもらった機材でライトの磨きをしようかと思ってます。見えるかな、なんかもう曇ってんの。それでね、こっちがちょっとフライングでマスキングだけしちゃったんだけど、この辺のね、なんかポリッシャーとかね、ペーパーで磨いて、ポリッシャーで磨いて、で、その後に、なんか薬剤で綺麗にして、で、まあ、コーティングもね、なんか専用とかいろいろ、なんかウレタン塗装とかいろいろあるんだけど、とりあえずめんどくさいから、車用のワックスで当分濁そうかと思ってます。まずは一回綺麗にしちゃおうかと思ってますね。これで。まあ、そんな感じで、まずは、ペーパー当てからしたいと思います。では、作業工程入ります。まずはね、マスキング、極力、楽な、マスキングしました。で、その次がね、なんかね、320番ぐらいのペーパーみたいなスポンジたわしの親戚で、磨くような指示を受けたので、磨いてみたいと思います。これですね、これ。これで、磨きます。はい、こんな、こんな感じで、収まりました。とりあえずね、グリーンの方のペーパーで、こっちで磨いたのが終わったので、次はこっちの茶色の方で、磨きたいと思います。では、作業入ります。これが使用前。こっちやってる最中なんだけど、間違えて、細かいので、磨くはずが粗いのでやってしまいました。もう一回磨き直します。やっちまった系です。先ほど、スポンジみたいので磨いた後に600でやって、今800で、友人がやっています。見た目怖いですけど、車のことはよく知っていて親切です。人は見かけではありません。ひどい。ひどいとか言ってますけど、本当に、見かけ怖いけどいい人です。はい。中地でいい？はい。いいそうです。では、作業を、次は、というか、今800で磨いて、これから手伝いに入ります。はい、ですね、先ほどの怖い方が、頑張って磨いてくれたので、800番がここまで仕上がりました。感謝しかございません。で、日が落ち始めたので、ちょっと頑張ってやりたいと思います。次は何番だっけ？1000番。次1000番です。はい、800番のペーパーが終了しました。ちょっとクリアになってきたので、次は、さっきの怖い方が1000番だって言ってます。いや、コロさん、1000番が終わってます。1000番終わってました。すいません。でね、次は、もう一発1200? 1200でかけてからポリッシャーでビューと磨いちゃいます。頑張ります。で、こっちが何もやってないから、こっちが大速攻でやります。では、続きいきます。向こう、はい、1200番かな、終わって、あとは、このね、アストロのポリッシャーで、いろいろつけて、磨いてもらいます。で、なんで磨いてもらうかというと、日はもう落ちかかってるんだけど、こっち何にもやってないから、こっちを大速攻で磨き上げます。はい、ですね、先ほどの怖い方が、ポリッシャーで、仕上げています。で、コーティングはちょっと時間的にきついかもしれないので、今回はここまでの仕上げになる予定ですけど、あとはもうノリです。非常にありがたいです。で、この人もね、もともとは、ね、業者なので、技術的にすごく高いし、まあバッチリです。なので、自分は、今から暗くなるんですけど、こっちを、磨きたいと思います。逆サイド開始してますけど、
うん、小汚い。で、ちょっと磨いたけど、さっき間違えて磨いたほど白くならないから、安心ぶっこいてます。まあ、汚ねえな。こうやってみると。というわけで、作業再開します。ですね、今、ポリッシャーで、あらかた仕上げました。こんな綺麗になっちゃいました。えらい高く見えるなって感じになってます。で、ちょっとあそこに赤いフェラーリ様が後輩乗ってきました。ちょっと入れるの苦労してました、狭いから。で、窓くんのなんか車。まあいいや。まあ、そんな感じで、結構、綺麗になっています。いやで、もう結構日落ちてきたんだけど、こっち側を一生懸命今磨いて800番まで来ています。頑張ります。はい、終わりました。こちらの、怖い方が、最後の仕上げをしていただきました。もう新車並みの輝き、もうピッカピカ。車検がね、ハイビームで通んなかったんだけど、これだったらハイビームで車検通りそうです。ロービームしなくても。いやー、本当にね、助かりました。年式も2年ぐらい新しく見えます。でも前期最終だけど。はい、続きなんだけど、これコーティングになるの？うちはヘッドランプのコーティングになります。あとヘッドランプのコーティングを、知り合いの元ヤンの人にやってもらいます。今はね、構成して一応ね、一般人のふりしてます。この人ちょっと怖いけど、こういう感じ怖いし、ちょ怖いけど一応ね、いい人です。建前は、はい、いい人です、うん、ちょっとね、やってもらおうかなと思って、自分でね、やろうかと思ったけどね、いまいちね、自分をね、やったことないから信用しきれないので、もともと整備士だった、友人にやってもらいます。もう一回言うけど怖いです、はい、ほら怖い怖い、一応ね、まあいい人のふりしてて、腕はいいんだけど見た目怖いだけ、ひどい、うん、いやひどくないひどくないなんかこの青いやつを入れて、これ美味しいみたいですよ。なんか BCAA みたいで、めっちゃいけてますよ。めっちゃいけてるそうです。で、取れますね。しかしこれ高そうだな、このなんかもう入れ物といい、なんといい。意外と安いですよ。いくらですかこれ。確か5000円か6000円ぐらい。え、そんな？そんな。え、アストロみたいなとこで？これはネットで買いました。ネットで。いやー、なんかこの、紙瓶みたいなのに入れて、ジョウロというか、これで加熱して、じゅわっとやるんですね。ですです。いやー、とにかくそんな感じでちょっくら温めてやってもらいます。そんでもって一応ね、こういうようにね、マスキングをやっといてください。ボディにかかんないように、これポイントです。はい、分かりやすい部分があったので、ここですね、この角のところ、ここちょっとお願いします。ほらほら透明になってきた。マジックっすね、マジック。磨いて透明になった上に、さらにこのクリア、これもね、極細コンパウンドでポリッシャーで磨いたんだけど、で、それなりに透明というか綺麗だったんだけど、このね、蒸気のやつ使うと、さらに透明度を増します。ただし下地ちゃんとやっとかないとダメって話です。あ、これすごいわ、すごい。なんかなんか魔法みたい。こっちから、超透明です。で、確かこれあれ24時間放置、このまま。確
確かそれぐらい放置すると完全交換、うん、じゃあとりあえず24時間完全放置ですると、この膜だかコーティングだかなんだかが、この辺からいくと分かりやすいですよ。あ、こっちがね、こっち側から、あ、こっち側からいくと、あ、なるほど、お、確かに、これが最終仕上げですね。いや、まあ、こんな形で、さらに仕上げのコーティングをして、いきたいと思います。今ちょっと事務関係の、後輩来て、ハーレできました。大学生でハーレです、許せないですよね。これちょっと俺頭きたな、大学生がハーレふざけんなよって感じ。ほんで、本題のね、車のライト、終わりました。バッチリで、透明度がね、またさらに上がって、新車よっかすげえんじゃないのかなってくらいクリアな感じです。で、あとで、これは、両面じゃないや、マスキングを剥いで、終了になります。とりあえず半年くらいこのまま大丈夫だろうってことなんですけど、なんか、ワコーズかなんかの、ワコーズかな、コーティング剤みたいなのもらったので、それを塗って、置きたいと思います。ただし24時間このままなので、明後日以降の、施工になります。ではお疲れ様でした。